本競馬10レース長岡京ステークス芝コース1600メートル、出走馬8頭です。負担重量はハンデキャップです。8頭向こう上面の左手、枠入りは最後ボールライトニング、今収まります。スタートしました。ボールライトの応援大きく遅れました。頭を下げた時にゲートが来ました。さあまず向こう上面先行争い、 5,6 頭固まっていますが、向こう上面5番ワンダーピルエット、先手を取りますか。内からは2番のキアロスクール、前2頭並んで3番手が1馬身差、3番ルーカです。あとは1馬身差、7番ドライマが4番手、そして半馬身差4番ソーグリッタリング、内に1番のエリモジパングです。その後は3馬身差、6番の後衛ワンマン追走して2馬身差、徐々に接近していきます。8番ボールライトニング最後方です。外回りコース3コーナーへ向かいます。先頭は2番のキアロスクーロです。リードが半馬身、2番手に5番ワンダーピルエットで残り800メートル通過。第3コーナーをカーブ、坂の下りに入ります。あとは3馬身差、3番手が3番ドゥーカ、そして半馬身差外に7番のロライマ、4番手3、4コーナー中間へ、2馬身差4番のソーグリッタリング、前から5番手です。中段、あとは1番のエリモジパング、後方は後衛ワンマン、最後方依然として8番ボールライトニング。第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。逃げる2番キアロスクーロ、キアロスクーロリードが2馬身あります。2番手ヨロカ追い込んできた、7番ロライマ、ロライマ外からは4番のソーグリッタリング、ソーグリッタリング7番ロライマ、2頭の追い比べになって残り 200m、 先頭は4番のソーグリッタリング出ました。2番手には7番ロライマ、内からは3番ドゥーカ、2番手は接戦か。先頭は4番のソーグリッタリング、ソーグリッタリング通り、2番手は2頭のロンベスティッチ、内3番ドゥーカ、外7番ロライマ、4番のソーグリッタリング人気に応えました。勝ち時計1分34秒1。その後2番手は最後並びましたが、外7番ロライマか、内差を詰めた3番ルーカか。1分34秒1の勝ち時計、上がり4ハロン46秒4、3ハロン34秒5です。外から直線難なく抜けました4番ソーグリッタリング、人気に応えましたジョアン・モレイラ騎手。その後2番手争いは最後首の上げ下げ接戦、7番のロライマか、うちの3番ルーカか。京都競馬10レース長岡京ステークス、今ゴールの瞬間ターフビジョンに映し出されていまして、際どくなっています。2着3着どちらか、外7番ロライマ、うちは3番ルーカ、写真判定です。1着4番ソーグリッタリング、2着3着写真判定、4着は8番ボールライトニング、そして5着写真判定です。写真判定の発表、レースの確定まで勝ち馬投票券大切にお持ちください。